ジョークローニンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のプロ野球選手、プロ野球監督、アメリカンリーグ会長、右投げ右打ち。1926年に、パイレーツからデビュー。ピッツバーグパイレーツには2年在籍したが目立った。活躍はできず、1928年のシーズン、直前に、マイナーのカンザスシティ球団を経て、ワシントンセネタースに移籍する。 1929年にショートのレギュラーに定着、翌1930年に打率、346 20、203安打、126打点を挙げ、その年のスポーティングニュース誌の年間最優秀選手となる。クローニーはこの年から5年連続で100打点を記録する。1933年にはセネタースの監督を兼任。 同年チームをワールドシリーズ出場に導いたが、翌年オフにセネタースのオーナーだったクラーク・グリフィスの移行により、ボストン・レッドソックスにトレードされる。レッドソックスでは選手兼任監督として1945年まで試合に出場した。監督兼任時代の1943年6月17日のダブルヘッダーでは、両方の試合で代打本塁打を放った記録がある。 レッドソックスの監督は1947年まで勤めたが成績はリーグ2位が最高というシーズンが続く。当時、レッドソックスのゼネラルマネージャーだったエリコリンズの補強が功を奏し、アメリカンリーグを制することができたのは監督就任12年目の1946年のことになる。 監督退任後は1958年までコリンズの後を継いで球団のゼネラルマネージャーをしていた。1956年記者投票によりアメリカ野球伝道入り選手に選出される。その後1959年から1973年までウィル・ハリッジの後を継いでアメリカンリーグの第四大会長を務めた。クローニンのレッドソックス在籍時の背番号4。 ボストン・レッドソックスの永久決断に1984年指定。晩年はガンに時間し、最晩年の1984年5月29日、レッドソックスは、クローニンの在籍時の背番号4をテッド・ウィリアムズの9と共に、レッドソックス初の永久決断に指定した。本拠地ヘンウェイ・パークで行われた、決断表彰式に現れたクローニンは77歳だったが、 秒針を押しての出場で、これが公に現れた最後の姿となった、結番表彰式から4ヶ月後の1984年9月7日、マサチューセッツ州の自宅にて制去した77歳ボーツ、順位は年度最終順位。ありがとうございます。